ヨハネス三世、トゥーカスベタツェス、1193年から1254年11月3日は、東ローマ帝国の亡命政権である、ニカイア帝国の第二代皇帝、天官持ちであった。ヨハネス・バタツェスは非凡な軍人として、有名を馳せたため、ニカイア帝国建国者のテオドロス一世、ラスカリスの後継者に選ばれ、同皇帝の王女、イレーニエ・ラスカリナと結婚した。 1221年、ヨハネス・バタテスとイレーネーの間には、後に、ニカイア帝国第三大皇帝となる、テオドロス二世イラスカリスが生まれる。しかし、イレーネーは、テオドロスの出産後に落馬して、重傷を負ったためにそれ以上子供を設けることが、できなくなった。このため彼女は、エウゲニアと改名して、1239年に、他界するまで、修道所として、余生を送った。 ヨハネス3世は神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ2世の死生児のシチリア王女コンスタンツェと再婚するが、子宝に恵まれなかった。即位後のヨハネス3世は、東ローマ帝国の組織の名残を再編し、結出した統治能力によって農業の振興や福祉施設の建設などに力を入れた前世を敷いた。このため、ニカイア帝国はレバントで最強の 最も豊かな国となった。ルームセルジューク町の了解を得て、東部前世を防衛し、以前のヨーロッパ側の領土の回復に乗り出していく。海では、英華海において、ラテン帝国を脅かし、領土をロドストまで広げた。陸では、フランス人傭兵を投入して、ラテン帝国軍を敗走させた。1235年に、ブルガリア人とのコンスタンティノポリス行為には失敗した。 ものの、テッサロニキの諸行やエピロス先生広告に対して体験を有していた。最終的にニカイア帝国が東ローマ帝国の湿地回復を成し得たのはヨハネス3世の功績によるところが大きい。死去から50年経った後、聖教会から成人とされた。ありがとうございます。